どうも体に力が入らなくなってね。少し風に当たって休もうとしたのだが、前にも話したことがあったと思うが、私はクリスタルタワーから、いや、これは隊長と言っていいものか、まだクリスタリウムの街もなかった頃、この世界を救う方法を考えていたわだ。そこで自身を塔の一部にすることで果てない命を得たのだ。今の私は塔の端末でしかない。だから、ここまでと、だがあなた方のおかげでタロースの準備はつつがなく進んでいるだ。そうか、最後の休憩なのだな。あなたはこの戦いが終わったらどうする？確かに第八霊祭の可能性を排除しても、しかし全くよどみなく断言するとは。きっとどんな未来を選んでもあなたなら平気だろう。あなたに助けられた人たちが大勢いる。彼らは決してあなたが困難を前にして己の行いを無価値に感じた時には、彼らが声を上げるだろう。それらはいつか繋がってあなたの歩んだ道を肯定する。私のこと、以前私には救いたい人がいると言った。あの人は今も生きているが、とても特別な人、それは仕方がないことだと理解しているがね。あちらが旅の話をしてくれたら、私もノルブラントを救うまでの話、私もそれなりに尽力したつもりだが、なんといっても最終的に活躍したのはあなた。そしてあの人に次の旅についての、大地をかけて海を渡り、時には悠久の風に、さて何はともあれ、必ず全てを成し遂げてみせる。希望を抱いて私を目覚めさせた。ありがとう。話せて楽しかった。